銅像がありますね。子供の銅像があります。なんだろう、よくわかりませんが、子供の銅像があります。で、ここは駅前の通りで、そのまますぐ行くと八王子駅になります。まあ目立った店って言うとそんなにない感じですか。向こうにヨドバシカメラがありますね。あそこのヨドバシカメラでは大方30年前に MSX ターボワールを買いましたよ。 MSX マガジンという雑誌があって、その MSX マガジンの版下とかを受け負ってる会社で、その当時は仕事をしていて、その関係で MSX のターボアールを買ったりしたわけですが、ターボアールはあれですね、いろんな意味で風な機体って感じですね。まあ、アスキーとかマイクロソフトとかは社運をかけて16ビットの CPU を開発して、16ビット対応の MSX を鳴り物にで売り出した時には、もう CPU のトレンドが完全に32ビットにシフトしてるから、あとちょうど現在の DOS 部域に相当する IBM の PC-AT 互換機が台頭し始めてる頃なんで、でもろにその煽りを食らったって感じでしょうか。で、結局 MSX はなくなっちゃうわけですが、で、今はですね、ヨドバシカメラですね、周り緑の山の手線、真ん中通るは中央線とか行きますが、ヨドバシカメラのヨドバシというのは、昔新宿の都庁のあたりにあったヨドバシ浄水場から来ていて、あのあたりの地名がヨドバシでしたということですね。これは何でしょうか。八王子市景観100選ということで、八王子城址とか両北大橋とか北浅川の渓谷とかいろいろという話ですね。まあ、八王子にもこういう綺麗な景観がありますよということです。で、今見てもらっているのが八王子駅ですね。八王子駅は立派な駅ビルがあるんですが、ここも昔はそごうでした。そごうは結局創業者のフォーマン経営とかで潰れちゃったわけですが、まあ一代で財を成した経営者とかっていうのは結局後々に続けないような、そういう感じになるんですかね。今現在撮影開始から25分経ってますが、とりあえずあとは京王八王子まで行くだけなんで、京王八王子駅まで行きましょう。八王子駅の駅前は歩道橋がずっと連なっていて、その歩道橋を通ると駅前のところから地上に降りずにいろんなところに行けると、そういう感じになってますが、とりあえず特に用はないですが、歩道橋に上に乗って歩道橋からちょっと動画を撮ってみましょうか。自分入って。
八王子駅前の歩道橋のところに来ています。真ん中に何かありますか。これは多分煙突でしょう。情報提供をお願いします。八王子で昔あったスーパーの事件を報道していますが、向こうのエリアに向かう歩道橋は最近作られた感じですね。で、目の前には熊沢書店があるんですが、あそこですね。熊沢書店は昔よく本を買いに行きました。ともかくこういう感じで立教の様子があるわけですね。で、向こうにあるのはパチンコ屋ですが、あのパチンコ屋は昔は丸いでしたね。丸い丸いだったのがパチンコ屋になりましたということで、八王子駅です。で、さっきも言いましたが、この八王子駅の駅ビルは昔はそごうでした。で、あとはもうそこの道をまっすぐ行って京王八王子駅まで歩くだけなんで、動画をこのまま続けて撮ります。まあ、こういう街歩きの動画も見てくれる人がいればありがたい感じですが、まあ、エンタメ性とかそういうものがまるっきりない動画なんで、まあ、若い人向きではありませんね。で、自分の動画の視聴者の年齢構成とか調べてみると30代以上の人が圧倒的に多いというそういう感じで、で、10代とか20代前半とかは全くいないという感じですよ。あと、どういうわけか女性の視聴者が多いということで、なかなか面白いと思います。階段を降りましょう。辞書かなんかは置いてますが、あれは一体何でしょうか。一応あとは京王八王子駅まで行くだけだと言いましたが、ただ八王子、京王八王子駅まで行くのちょっとあれなんで、少し寄り道をしますが、で、向こうの方に行くと KA とか書いてあるところは京王八王子の駅です。で、このまま京王八王子駅に行かないでちょっと寄り道しますが、暑いですね、やっぱり。まあ、とにもかくにも熱中症には気をつけてほしいと思いますよ。出汁道楽と書いてますよ、これ。出汁が自動販売機に入って売られています。
まさか出汁の自動販売機あるとは思いませんね。喉が渇いたらラッキー、自動販売機あったとか思って買ってみたら出汁だったって言ったらもうショックですよ。ドスパラがありますね。秋葉原なんかにあるスポーツショップのドスパラがあります。向こうにはブックオフがありますね。で、ブックオフは大和田、八王子の大和田っていうところに大きな店舗がありますが、ブックオフとかハードオフとかモードオフとかが集中的にある店舗ですが、そこのブックオフとかハードオフの入っている店舗は昔は村内電機でしたね。仁和会総合病院という病院がありますが、この仁和会総合病院は何度かお世話にやったことがありますね。あとあそこにですね、2階に勝山って1階に銀だこ大衆酒場っていうのがあるんですが、あの銀だこ大衆酒場っていうのがですね、一昨年ぐらい前までは桜島っていうラーメン屋さんだったんですよ。で、このその九州ラーメン桜島っていうラーメン屋さんだったんですが、その桜島が結構好きでよく食べてたんですよね、桜島のラーメン。特に味噌ラーメンがなんか別格で、大きい味噌の卵がドーンと乗っていてっていう感じで、なんか知んないけどある時行ってみたら桜島が閉店していたっていうことで、桜島の従業員とかにとってはもうびっくらこんだと思いますかね。寝耳に水で閉店聞かされて、オーマイゴーとかそういう感じだったんでしょうか。で、わざわざストレートに京八まで行か、京王八王子駅まで行かずにこうやって遠回りしてるのはですね、ちょっと理由があるんですかね。まあどの道使うルートの問題で京王八王子駅には行けるんですが、向こうの方に京王八王子駅の別の入り口があるんですよ。で、八王子きつね祭りとか書いてますね。ここにあるのは小安神社になります。八王子の小安神社ですね。で、その隣にはお寺さんがあります。確か八王子不動だったか、そういうお寺だったんですが、
福田寺、弘法大師、うんぬんとか書いてあって、弘法大師が祀ってるところですね。お地蔵さんが並んでいます。なんだろう、このお地蔵さんは頭がむき出しになってますけど、ちょっとかわいそうですね、この暑いのに頭がむき出したと。ゴムがバカになってるのか。まあとりあえずお賽銭でもあげてみましょう。一応お地蔵さんの足元のところにお賽銭をあげておいたんで、ご利益あるかもしれません。あればいいですね。でこんな感じでお地蔵さんがずらっと並んでるわけですよ。でこれは御所車ということで、これで何かいいことがあるといいですね。で弘法大師の像があります。これはあれか、お賽銭をあげるところはないですね。ということでここはこれぐらいにして、隣の小安神社に行きましょうか。さて打ち続けでもう30分以上録画してますが、この動画は見てもらえるでしょうか。あるいは正立てに分けた方がいいでしょうかねと気もしますが、39分です。まあとりあえず20分ごとで区切った方がいい感じならそうしますが、どうしますかねということですね。まあ20分ぐらいで聞いてみますか。じゃあ小安神社に入りましょうか。なんかお祭りでもあるのかな。神楽殿がありますね。それなりに規模で大きい神社なので、もともとこの小安神社は安産関係の神社で、まあ何でもかんでも感染対策でなんかいろいろ大変ですねって感じですね。神社関係もなんか対策しないと言われるんでしょうか。で向こうの方には抹茶がいろいろありますが、とりあえず発売しましょうか。ここは祖霊社ということで、ここも押さえてあげてみましょう。ここにあるのは弁天様、厳島神社かですね。鯉が泳いでいます。鯉が
本安神社の池です。神前結婚式でもあるんですからね。最近はどうなんですよ。ということで、そんなに長くはないですが、小安神社の様子をちょっとばかり撮影しました。まあ場合によってはこのくだりがカットするかもしれませんが、そこはそれでやむを得ない事情があるということで。この公園はなんか丸っこいですね。船盛公園とかあって、で丸くなっていて、船盛公園ですね。船盛公園でこんな感じで真ん中に座って、ぐるーっと一周しています。あとはもう京八駅に行くだけですね。あとはもう京八駅に行くだけなので、京八駅に着いたらこの動画も終わりにします。44分。まああれか、あんまり長いとちょっと慣れるんで、やっぱり前後編に分割しましょう。20分程度でちょっと分割するという感じで切って分けることにします。まああんまり大して面白くいい動画と思いませんが、それでも見てくださっている人がいるのはありがたい限りですね。また八王子駅の周辺のマップということになりますが、向きが変わってますね。で、今回の動画はですね、スタートポイントがここでした。で、ここからずーっとこの通りをまっすぐ行って、一度ここまでをずーっと行って、ここからここを通ってきました。で、今度は京八も行くんですが、ここから一度こいずれて、ここのところに来て、ここまで来たということですね。見えますか？まあ、あんまりよく分かんなかったかもしれませんが、そういうことです。で、京王八王子駅に着いたんで、これでこの動画は終わりにします。ではまた次の動画でお会いしましょう。